たなやんゴルフチャンネルはい皆さんこんにちはたなやんゴルフチャンネルです今日もご覧いただきありがとうございますえ前回に引き続き、えー、山梨県、えー、大月インターからすぐの花咲、えー、カントリークラブお邪魔しております 前回、えーっとですね、前半のアウトコース1番から5番までお送りして、えー、5番のロングパッド途中でね、あのちょっと引っ張ったんですけども、うん、入らずっていうことであのこうやってパッドで引っ張った時って大概入ってないんですけどね。はい えっと本当花咲カントリークラブっていうのはフェ,ース、あのー、フェアウェイが非常にあの広くてですねアウトコース特に、えー、結構スコアが出しやすい、えー、コースなのかなという感じがしますインコースになると少し、えー、難しくなるかなという印象だったんですけども6番ホール390ヤードパー4完<璧>ありがとうございます。 風が非常にアゲンストでめちゃくちゃいい当たりしたんですけど思ったよりも飛んでなかったなあっていう感じででもねいい当たりしてみんなからナイスショーということでえ今回あのこちらのメンバーさんの方とも来てるんですけどもうん100点満点と言われてねもう調子に乗ってイエーイなんて言ってあの両手こうやって上げてまして <laughs> テンション上がってるんですけど <laughs> その後メンバーさんがめちゃくちゃ飛ばし屋なんです1 8 0センチぐらいあってもう構えがねデシャンボーのようなんですけどもパワフルなスイングでもう超低空飛行風に全然負けないですアゲンストなんか物ともせずあの僕の先40ヤードぐらいまで行ってましたね多分セカンドウェッジで打ってたんじゃないかな あの恐ろしいです <laughs>。セカンド僕7番アイアンですからね <laughs>。まあでも同シ者の,あの飛ばす人と一緒に回るときとかうんものすごいうまい人と対決したりとかもう対戦の意識があって回ってるときってあんまり人のプレーあのマナーとしてねやっぱり内緒とかねその行った先ボールの行った先っていうのは見るのはすごく大事なんですけどもうんあんまりこう うん、そこに乗せられないようにっていうか、あの俺も飛ばさなきゃとかね、えー、ナイショットしたから、うん、俺も頑張んないととかって思うと、すごい横島とは言わないですけどね、あのー、ちょっとショットが狂ったり、テンポが良くなかったりするんで、自分のプレーに集中するっていうのは非常に大事ですね、やっぱりそれがないと、うん、自分のゴルフっていうのができなくなっちゃう、本来の力が。 あの半減されちゃっていいゴルフできなくなっちゃうので、まあ、あんまり気にせずでも、さっきのねショットの後両手上げて喜んでたのに簡単にオーバードライブされて <laughs> 非常にショックでは <laughs> あったんですけど、うん、セカンド左に引っ掛けてしまってというかもうダフってしまってましたねでアプローチで乗せて、えー、これは2パットで入れないとボギーで上がれないという状況です。 うんまあ、あの見ないように自分のゴルフをって言いながらショックを受けて、うん、7番円でダブっちゃってるんですけどね <laughs> それも修行が足りないです <laughs>。これでボギーで7番ホールこれもちょっと取り木ですよねあの狙いどころが難しいですあの右の裾のの正面にある木があるんですけど そこから右行ってもあの広いから大丈夫だよと言われていて引っ掛けるとちょっとライが悪くなるかなということを言われていたのでうんこれは打ち下ろし込みで284ヤードなんですけどランもポンポンという感じでね斜面に当たって前に行ってくれていたようで完璧なあのコントロールショットを打つことができました。 一緒に回ってる女性の方がめちゃくちゃうまかったですね、これ。ウッドで打って手前からポンポンとツーバウンドぐらいして乗ってえ、ほとんどカップ舐めた感じで、若干オーバーしたんですけどね。えー、で、えー、僕はというと、左引っ掛けるとこれ落ちちゃうとアプローチをせづらいんで、えー、センター狙い、まあ、若干ドローしてくれればいいかなという感じ、ショートアイアンはドローしやすいので、うん、でもかからず、えー、センターです。 まあこれはこれでいいショットだったです。もうね、あの、メンバーさんの方と赤い服の女性の方はバーディーパッドをもう次打てるところでめちゃめちゃベタ,ベタピンです。メンバーさんの方はもうとんでもないところまで飛んでいてもう残り40ヤードぐらいのウェッジで寄せてバーディーパッドですからね、もう桁違いかな <laughs>、うん。 これフックラインでうまく読んだかな、うん、しっかりと打てているのでいいと思いますで下り、少し余りましたけど最初にこのショートパッド外しているので一貫仕切り直してちょっと待ちますそこそこ距離のあるこの2人のバーディーパッドだったんですけど下りでね2人とも決めて2バーディー <laughs> すげえていう感じでした。うん で、えー、下りのパット、うん。これはまっすぐのラインだったので素直に打つことができました。えー、バーディー欲しいなーっていう感じで、えー、ちょっとティーグラウンドに立ってますけども515ヤード、えーと、左ドックですね正面の崖からドローすればあの結構いいとこまでいくよということだったんですけど打てず。 スッポ抜けてただ、ここ右サイドがあの広いのでえまあそんな気にしなくていいよとも言われていたので気持ちよく振れましたただ、左のチーピン出ると完全にあの左に崖に落ちちゃうよということだったんですけどあの飛びすぎずこここいいとこですねあの木の真上ぐらいを狙っていくとグリーンの方向なんですけどうんこれ、完璧のショットでした。 5やん。えっ、ー、とこういうライダーとちょっと右にポンって出ちゃうのが怖いんですけどグリーンを変に狙いすぎてまあ少し捕まえるようにラインを出していくようなスイングですいつもより若干短め、うん、ただ距離を出そうとは思ってません、うん、コントロールして木の上に飛んでいけばまあグリーン手前まではいくかなという感じで振ったんですけど、うん、狙い通り思ったよりも飛んでくれていて、えー、非常にアプローチしやすい場所ですね このショットは、うーんとピッチングキューバーアイアンですね、ピッチングだとなんかショートしそうな感じがして、うん、キューバーアイアンでしっかりとピンまで届かせようという、あわやイーグルというところまで行きたいなという感じでクラブチョイスして、えー、オーバー。であの、この女性もバーディートライです、もうセカンド、サードと完璧なショットを打って、あー下りのフックラインを打って、 丁寧に打ってますよねバーディー取れなくてもパーで上がれればということで言いながら打ってますけどもしっかりと狙い通りす。いやでも本当に天気が良くて同伴者の方もトークも楽しくてめちゃくちゃいい笑顔があふれるラウンドでしたけどもここはバーディーパット決めることができては ではい皆さん、ドアハ社の皆さんねカメラがあるとなかなかあの前に出づらいらしくて <laughs> カメラの前に出てきてくれないんですけどまあ自分のねパッティングをするときはもちろん入るんですけどねあのあとハイタッチして喜びましたで9番ホール、ここは短いですあのブラックティーっていうのが普通はねあのできないらしいんですけど血霊とかあの研修、研修会はないのか。 あのやるときはブラックティーってもっと後ろから打ってるんですけどこのイラストでいうとかなり前のティーグラウンドからで短いですえ今、天ぷら打っちゃったんですけどねあの残りピッチングで取れる距離までいってましたで打ち上げうんフィニッシュ決めてますね <laughs> 単純に左足に乗れてなくて後ろに反り返っちゃってるだけなんですけどね 1>, 1、2って固まって、んなんか侍みたいですよね。これ完璧っていう感じでね、ボールを追ってるんですけど <laughs>、ちょっと格好つけてる。で、奥につけましたね、いい当たりして、結構飛んじゃったんですけど、バーディートライ。下りの クラインですね、えー、ちょっと狙いどころをもう一回確認してるんですけども、うん、結構切れます基本的にこの鼻先、まあ、カントリーに限らずですけどねあのやっぱり受けてるグリーンが多いので手前からっていうのが、まあ、セオリーかなーと、うん、これ完璧なパッティングだったかなと思ったんですけど一筋打率、うん、パーです 前半3オーバー、えー、39というスコアで回ることができましたそうあと花咲カントリークラブですねご飯がすごく美味しいです定期的にメニューがね結構変わるらしいんですけどこの塩ネギ、えー、豚肉鉄板焼きみたいなやつですけどこれ本当美味しかったですであと友達もカツ丼カツカツ頼んでましたけどねそれも美味しかったです 最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。後半イコースも楽しみにお待ちください。それでは失礼します。